人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。この動画は13日の夜に撮っています。ここは私がたびたび来る代々木の休憩所です。ここは本当にリラックスできるんですけども、今日はですね、私が役員を務めるアウクスビールってですね、アウクスビール、こういった木枯らしっていうですね、日本酒も出してまして、そのうちアメリカでも売ろうと思ってますけども、あとはCBD 使ったですね、こういうビールも出してます。ちょっと値段は張るんですけども、これ本当に飲むとぐっすり眠れます。これはCBD の大手の、エンドカのですね、ちゃんと、ブランド名も入っている、一緒に共同して作っているビールです。今回は、アメリカで10日、金曜日の夜から11日土曜日にかけて、南部を中心に、大掛かりな、竜巻、トルネードが多発したんですね。トルネード、この時期としては記録的な、暖かさだったということで、普段は、トルネードっていうのは、初夏から夏にかけて起こるんですけども、この時期にですね、起こってしまいました。なんとですね、テキサス州、ヒューストンでは気温が30度近くこう上昇していたんですね。そういった、高温のところに、北極の方からですね、冷たいこう寒気が流れ込んだんですね。その影響で、上空大体5500メートル付近なんですけども、マイナス30度 C 以下の強い寒気がこう南下したために、そこでこう竜巻が大量に発生したということです。この大きな温度差によって活発な前線が形成されて、前線に沿うような形で積乱雲が急速に発達したんですね。これスーパーセルと呼ばれてますけども、なんとですね、400件ぐらい竜巻とか突風の被害が報告されています。気象庁も150回近く、この竜巻警報を出したわけですけども、結果的には100人を超す死者が出て、もう本当に多くの方が怪我をしたり、家を失ったりと、大変なことになってしまいました。テキサスは被害なかったんですけども、ケンタッキー州から、テキサス州にかけた、このラインがありまして、そのケンタッキーとテネシー、ミズーリ、アーカンソー、この4州の被害がひどかったです。クワッドステートトルネードという名前が付けられましたけども、その他に、ミシシッピーであるとか、あと北の方のですね、イリノイ、この6州に、大打撃がありました。例えば、ミシシッピーにあるごめんなさい、家屋とかですね、あるいは倉庫が倒壊してですね、列車の脱線も多数発生したということです。例えばこれイリノイ州ですけども、Amazon.com の倉庫も3分の1建物が倒壊して、亡くなった方も何人も出ました。 Amazon.com はイリノイの財団に100万ドル、1億3000万円を寄付しました。あるいはフェデックスの物流拠点でも、テネシー州で、拠点が損害を受けたという報告が入っています。アメリカ、世界的にそうですけども、ただでさえこの物流が今行き届っている中で、今回の、このトルネードによる大打撃、これから年末でクリスマスシーズンとか、いろいろとこうギフトを送ったりとかですね、物流需要が高い中で、起こった、大惨事なんですけども、ですね、余計この混乱を招いているという状況です。亡くなった方のご冥福を心よりこうお祈りして、今夜はこちらの休憩所で献杯をしたいと思います。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。